はい、まんべです。今日はフィリピンマニラで一番最近の最貧国、なんて言ったらいいの？最貧国。貧困や。最貧困のスモーキーマウンテンのところに来てて、1995年にフィリピンの国の地図から消された町っていうところで、フィリピン政府がここは地図から外そうっていう感じで完全に除外されたところらしいね。これがスモーキーマウンテンって言って、ゴミ山、全部ゴミでできてるらしい。フィリピンって日本みたいにゴミを燃やして処理するみたいなシステムが取られてなくて、もう一箇所に集めるみたいな制度らしくて、それでずっと集められてて、そこに住み着いてまだ使えるこういう瓶とかそういうもんをジャンクショップに持って行ってお金に変えると、大人の人で1人稼げる1日の額がだいたい100ペソぐらいらしい。200円ぐらい、大人の人が、この辺の人は稼ぐ金額らしい。その街をね、ちょっと一回見てみて、どんなもんかっていうのを探検してみます。行こうか。土の山みたいに見えとってんけど、外から見たらこう見たらほんま全部ゴミが重なって街でできてる。やばいよなこれ、全部ゴミや。全部ゴミだね。匂いもやっぱねきついわ、この辺は。すごいね、このおばちゃんの笑顔が素敵。ビューティフォー、ビューティフルフェイス。歯がカバの本数。ああ、ここジャンクショップやって、ここで売るんだ。What kind of a buy? ゴミの中から分別して、こういうのんとかを貯めてる。あ、でもお金もあるやん。What is? フェイクマニーやって。やばい。フェイクマニーがいっぱいある。偽札やばないこれ。フェイクマニー大量にあんねんけど、ゴミ袋の中に。えぐないこれ、笑い方ちゃうで多分これは。これがジャンクショップやで。売るんやこれは。売れんのこんなの。こういうのもまだ使えるの部類に入ってんやろな。分別のレベルがやばい。めっちゃ分別してる。匂いはやばい、超臭い。俺もう口呼吸にしてる。鼻呼吸できひんな。掛け事やな、ゲームみたいなやつ。ピンター。バカラに似てるゲーム。バカラの枚数。まあよくわからへんな。何をやってるのこれ。全然ようわからへん。ありがとうございます。ちなみにここのスモーキーマウンテンってワンピースみんな知ってるやろ。俺もワンピースめっちゃ知ってんねんけど、ルフィの出身地のグレイステーションみたいなところがここのモデルやねん。だからルフィの出身地、モンキー D ルフィとサボとエースの出身地がここ。じゃあ一回バスケやってみるわ。もう一回。疲れた。疲れた。全然入ってないじゃん。一回も入らなかった。バスケまずい。ケチャップの袋詰めしてる人初めて見た。ケチャップ。いろんな仕事あるなこの辺の人。全然平和じゃん。めっちゃ平和っていうか、みんな楽しそう。子供の数やっぱ多いな。フィリピンの人口の子供の量ってなんか世界中で多分桁外れないのらしくて。そうそう。だからフィリピンがめっちゃ成長するって言われてる。あ、can I go to inside? Yes. Yeah, there's a small house inside. Thank you. Hello. Hello. Japan. あ、うんこ。うんこあるから気をつけてや。スモールハウスって多分家がめっちゃ並んでやろ。めっちゃ。びっくりした。いや、気をつけてやいい。びっくりした。犬の鼻当たった。赤ちゃんとかさ、衛生環境大丈夫なのかね。ほんまそれ。びっくりした。もう家の玄関このドブやばいもんな。だいぶディープなとこまで入ってきてるね。What's your name? オパのジャパン。What's your name? What's your name? これ戦ってたニワトリさん、めっちゃ強そうやな、こう見たら。みんな親切やねん、えぐいぐらい。すごい笑ってる。すげえな、本当に楽しそう、みんな。みんなめっちゃ楽しそうやんな。こっちの中とか行ってる。こっちの方がいいか。こっちの方がいい。オッケー。Thank you。すごい。Thank you。めちゃくちゃ親切じゃないか。ありがとう。Yes, yes。すげえ。変わってばかりじゃない。ありがとう。ありがとう。ありがとう。見つかるよ。泣いてんのかお前。ありがとう。あ。かわいい、何今の。ただ物騒なもん持ってるけどな。悪いやつ、笑顔ってゼロ人説じゃん、これ。確かに。おばあちゃんがやたら子供をあやしてる。かわいい。かわいい。めちゃくちゃ幸せに暮らしてんな。でもこれが貧困の現実なのかな。貧困の現実だな。パパ。はい、パパ。パパ。パパ。あいもパパ。やばいでしょ。パパももうちんちん丸出しやん。ちんちん丸出し。何歳以下は写真丸出しみたいな決まってんから多分そう。こんなズケズケと入り込んでるけどさ、みんな許してくれんもんな。むしろこっちみたいな感じで、むしろこっちみたいな案内されてるもん。5人も子供おんねん。5人も子供おるようには見えへんよ。上にない。に関係なくて、一回自分で行ってみてどういう温かさがあるかみたいな感じのってめちゃくちゃ必要だから、俺こういうの好きでいろんなところ行ったらまた行きたいなと思う。マジネットの情報当てにならんね。ネット情報当てにならんから実際行ってみてどんなんか。ただ面白半分だけで行ったら怖いこともあるし、実際子供たちも言ってたけど危ない地域があるからそこは行くなみたいな感じで言ってくれるし、やっぱマジ人間やからもうコミュニケーションつながってやっていくのが一番いいと思います。ってことでまた今日もね、いい出会いと経験ができたということで、じゃあ帰ろうか、市街地に。ゲイが多かったね。でもね、あ、ゲイの子多かった。子供たちとかでもゲイの子多かったな。なんか共通してた、みんな短パンでゲイの共通点言ってみて。まずね、よく笑うで、よく笑う、必ずなんだけどピチピチのちっちゃい短いハーパンを履いてる。ピチピチの短いハーパン、それ俺やないかーい一番の美女をナンパしまくりながら探すわ。ちょっと待って。あ、Thank you。Want to marry me?